好きなニュースや番組の感想を書いてブログにアップするだけで月100万以上の収入を得ることは本当に可能なのか。はい、可能です。少女時代ユナ・イスンギとの熱愛は、韓国のトップアイドル少女時代のユナとイスンギの大物カップルの熱愛発覚は大きなニュースになりました。2人は昨年9月から付き合い始めたといいます。イスンギは8月に理想のタイプを聞かれた際、昔は綺麗であれば何でも許せた、でも今は中身の成熟さも見る、求めることが多くなった、これまでは異性を見てドキドキして好きになっても芸能人であれば熱烈な恋愛はできなかったと思うと答えています。2人はどちらもデビューしてから爆発的な人気を集め、10年近くトップクラスの地位を守ってきましたが、正式な交際が報じられるのは初めてです。年上女性たちのロマンとして君臨してきたイスンギはデビュー10年で、ユナは少女時代メンバーの中では初めて正式に交際を認めたことになります。夜中の1時頃にイスンギがユナのマンションまで迎えに行き、路地裏やハンガン、ナムサン近辺で車中デートをする2人が撮られました。忙しい2人は時間を見つけてはドライブデートを楽しんでいるそうです。